京アニのためにできることを教えて。私が危惧するのは、京都アニメーションが困窮することで作品がもう見られなくなったり品質が低下することです。アニメスタッフってやっぱりね、年に何回かもうアニメやめようかなと思うことが正直あるんだけど、それ止める力になるから。こんばんは、岡田斗司夫ゼミです。7月21日の岡田斗司夫ゼミですけれども、今日はですね、ちょっとこっちの話からしようと思います。7月18日、大変悲しい事件がありました。京都アニメーション第一スタジオですの放火事件ですね。たくさんの人が亡くなりました。実は知り合いもですね、数人いて、未だちょっと安否確認ができない状態なんです。アニメファンの皆さんと同じく、正直ちょっと今かなり心を乱されてましてですね、事件や犯人についてはニュースを見るしか今はもうできない状況で、一時はちょっと今日のニコ生をお休みするかもしれないかなというぐらい正直落ち込んでました。楽しい放送ができるか、自信がなかったからです。テレビの取材依頼も何件か来たんですけども、しかし、自分よりもふさわしい人が答えるべきだと思い、知り合いのアニメ評論家の人を何人か紹介させていただきました。昔と違って、取材申し込みをしてくれる記者の方が、京アニの作品を知っている方が多くてですね、同じように悲しんだり怒ったりしてくれたのが、割と今回の件で唯一救いといいましょうか、自分的にはなんか昔に比べてちょっと違うなと思ったところでした。この件に関して岡田斗司夫ならどう語るだろうかと思ってくれた皆さんの期待に応えられず、本当に申し訳ありません。とりあえず現在は平常心を取り戻してですね、いつもと同じくニコ生のゼミに集中するように努めています。もう本当に嫌です。ちょっと切り替えますね。なんかね、平常心取り戻すためにトイストーリー4とか天気の子を、見に行ったんですけども、やっぱりね、アニメ自分は好きなんだなというふうに、もう急にね、泣きそうになったり、もう本当にね、たまんないですよね。京アニのためにできることを教えて、ジャガーさん、男性30代ですね。さて行こうか。先日、響けユーフォニアムの新作映画を見ました。ユーフォニアム、しゃまったな。リアルタイムで視聴できている奇跡への感謝が生まれ、改めて京都アニメーションに貢献したいという思いが強まりました。アニメ制作会社に最も貢献するために、どのような活動やお金の落とし方をすればいいでしょうか。私が危惧するのは、京都アニメーションが困窮することで作品がもう見られなくなったり品質が低下することです、ということなんですけども、京都アニメーションさんはですね、事件ですねの後に、国内とか国外から募金集まって、現金集まって33億円以上集まった、寄付が殺到したらしいんだよ。で、ただこのジャガーさんが気になるのは、アニメ制作会社として応援したいってことだと思う。つまり、こんな不幸な事故があったから頑張れっていうんじゃなくて、純粋に素晴らしいアニメを見た、だから私は応援したいんだ、でも具体的に何をすればいいんだ、これ気持ちがよくわかる。京都アニメーションね、公式サイトにね、ちゃんと通販ショップあるの。それは一般のアニメの通販ショップじゃなくて、アニメ制作会社が運営している公式通販サイトなので、そこからね、物を買うのが一番いいと僕は思いますよ。なんでかっていうと、俺昔ゼネラルプロダクツっていうね、店大阪でやっててさ、でそこで T シャツとかガレージギットとかオリジナル商品作ってたんだよ。でそれがどんどん売れてくると、だんだんじゃあアニメートに置いてくださいとかね、日本全国のアニメショップに置いてくださいとか、木屋さんに置いてくださいっていうふうなことで、卸っていうことをすることになる。つまり自分のところが販売のショップだけじゃなくて、メーカーにもなるんだけども、メーカーになって卸ししてみたら分かるのが、その商品の値段っていうのを、例えばその原価1000円でできたものを1500円で売ってたら、もうこれって儲からないというか損しちゃうんだよね。っていうのは、1500円低下だったら、それは小売店なり何なりが3割から4割ぐらいの利益を持っていくんだよ。書籍の場合違うんだ。書籍もっと少なくて、本ってね、なんかね、本屋さんがね、持ってくる利益2割しかないから、だから本屋さんで倒産しやすいんだけどさ、一般のね、グッズショップの場合 30% ぐらい、 35% ぐらいは持ってくんだよね。で、中間のね、卸業者が 20% ぐらい持ってくので、まあよくて5割だよね。だから普通のアニメだからね、2000円の商品があるじゃん。で、2000円の商品を京都アニメの公式通販ショップから買うと、京都アニメにちゃんと2000円入るんだよ。
ところが家の近くのアニメショップで買ったりする、もしくは京都アニメの公式でない通販ショップで買うと、京都アニメにはその2000円のうち1000円しかいかないの。だからできるだけ公式サイトのですね、直営の通販サイトで買ってあげると、これが僕支え方だと思うよ、彼の意味では。でこれね、もうジブリでもね、スタジオカラーでも海洋堂でもみんな同じで、みんなそれぞれのジブリ応援したい、スタジオカラー応援したいとか思っ、海洋堂応援したいって思ってるんだったら、もうできるだけ公式 その会社がやっている通販サイトから物を買うべきだと思う。でそれぐらいは一般の人はそこまで気がつかなくても、アニメファンとかマニアとかオタクの人たちだけでもそれぐらいなんか気を使った方がいいと思う。俺もあの海洋堂の太陽の塔は海洋堂の公式通販サイトで買ったからね、アマゾンとかじゃなくて、その方がいいんだよ。あとね、お金の使い方じゃなくて、もう本当にこれね、すごいつまんないことなんだけども、 SNS でね、オンエアごとに書く、1話オンエアごとに、金曜ロードショーでやるごとに、劇場で公開するごとに必ず感想を書くと。なんでかっていうと、アニメーションってプロデューサーも監督もアニメーターも声優もその会社の下っ端も全員ゴリゴリにエゴさしてるからなんだよ。ゴリゴリにエゴさしてんだよ。だってもうみんなインドアな仕事なわけよ。俳優さんとかさ、役者さんとかさ、そういう人たち、ミュージシャンの人たちっていうのはなんだかんだ人に会ってこう、実際に人に会うからさ、だからリアルの人となんか会うことが多くて、そこでなんかいろいろ話したりするんだけども、アニメ関係者っていうのはまあもう声優さん含めてゴリゴリのインドアな人たちばっかりだから、エゴサ声優はいるって書いてあるけど、エゴサ声優はいるどころじゃないんだよ。エゴサ声優じゃない人ってか珍しいぐらい、もうみんなゴリゴリにエゴサするの。エゴサしないクリエイターとかいるの。あのね、エゴサをなんだろう、やめているクリエイターはいます。でエゴサをしないようにしているクリエイターはいるんだけども、エゴサは基本的にすると思っといた方がいいよ、エゴサーチっていうのは。でなのでみんなエゴサしてるから、作品を作るモチベーションって SNS からもらってるんだよね、基本的にもらってんの。だから SNS で、だから京都アニメの、ね、作品とかがあのやつが出るたびに感想言ったり褒めたりすると、必ず、ね、反論するやつが現れるんだよ。僕みたいになんだろうな、細かいことにケチつけたりするやつがいるんだけども、そういうやつはほっとく。そういうやつが、いやそんなことはないと思いますとか、京都アニメの人はそのことを思ってないと思いますというふうに相手にしない。相手にするとそいつを中心とした渦ができるだけだから、そんなねちっちゃい個人のね、ひゃーってちっちゃい声で叫んでるようなやつはもうできるだけほっといてほっといてほっといて、自分はとにかく面白いと思ったら面白いで、今回はあなんかいまいちだと思ったら次回も期待してますと、今回いまいちでしたけど次回期待してますと書かなくてもいいの。次回期待してますとか来週も期待してますとか、そればっかり書くのでいい。よくさ、クリエイターは自分の作品の批判にも耳を傾けるべきだっていう人がいるんだけども、それはもうメディアがものすごく未発達で、読者の感想が作者へのお手紙ぐらいしかない時代の話であって、現在のような SNS ではそのたった一人のネガティブな意見が毒物となって、その作者の口元まで行くわけだよね。なんか個人の感情で流した毒が、自分が別に流した毒なんか大したことがないと思っても、メンタルやられてる時のクリエイターの、ね、中に入っちゃったら、それがね複合作用を起こしちゃったり生体濃縮を起こしちゃったりして、なんかそのクリエイターが立ち上がれなくなるというのはよくあることだから、だからといってそんなことしてるやつをみんなで咎めたりもしてはいけない、注意してもいけないの。あくまで放置で構わないから、それよりは自分のペースで淡々と、あ見ました、すごかった、面白かったって言ってあげるだけでいいと思う。できるだけ具体的に褒める、感動した箇所、セリフ、あそこ良かった、あと作画でも何でもいいから良かったと、これがねあるだけで、アニメスタッフってやっぱりね、年に何回かもうアニメやめようかなと思うことが正直あるんだけど、それ止める力になるから、あの本当に SNS できちんと褒めるところを褒める、自分がいいと思ったことを言う、でネガティブな意見には反論しないっていうのをやってあげてください。それでいいと思います。動画へのご意見、ご感想、あなたがクリエイターへの応援でしていることをコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。